プリンツ・アーダル・ベルト級装甲巡洋艦は、ドイツ海軍の装甲巡洋艦の艦級で2隻が収益した。ドイツでの分類は、大型巡洋艦である。本級は、植民地警備を主任務に、通称破壊任務や、海上通商保護を副任務として1899年から1900年度海軍計画において、計2隻の建造が承認された。 本級はプリンツファインリヒ改良型として設計された。武装面においては全球までの24センチメートル方から射程の変わらない21センチメートル方を採用し、これを連想2機4門を搭載して手法門数が倍となった。船体も若干大型化されて、公開性能の良い還元の高い同時代のドイツ戦艦のような重厚な艦姿を持っていた。 1912年時のプリンツ・アダルベルト。本級の船体形状は、艦首還元の高い単線主労型船体であるが、艦首水面下に昇格を持つのは、船艦と同じである。船艦と異なるのは、艦首形状は、波切りの良いクリッパー型艦首となっており、外洋を長距離航行する巡洋艦には必須の艦首形状であった。監視看板上に新設計の、 21センチメートル速射砲を連装式砲塔に収めて前向きに一機司令塔を組み込んだ、操打環境を基部として頂上部に単小塔を乗せた見張り章を持つミリタリーマストを持つ、短脚式の前、小柱が立つ。船体中央部には等間隔に並んだ三本煙突が立ち並び、周囲は関西艇置き場となっており、2番3番煙突の左右に、 片弦一機ずつのグースネック型クレーン系に機により運用される。三番煙突の背後にミリタリーマストと後部短焦灯台、そこから甲板一段分下がって、後ろ向きに 21cm 四方等の順である。副砲の 15cm 速射砲10機のうち4機は甲板上に単装砲塔に収め、背中合わせで片弦二機ずつ4門残りは 原則ケースメート配置で、片元3機ずつ、計10機を配置した。この武装配置により、前後方向に 21cm セ2チ 15cm 砲2門、左右方向に、最大 21cm ル4五 15cm セ5チ 8.8cm 砲6門が、試行できた。本級にも搭載された 21cm カノ砲。写真は、 ダーダーネルス海峡放題のモノボン級の手法は、クルップ社の新設計の1895年型 SKL4021cm カノン砲を採用している。その性能は、重量 108.0kg の鉄鋼弾を、行革30度で最大射程 16,300m まで届かせることができた。搭載形式は、同時代のドイツ戦艦と同じく砲塔形式で、 重量75トンの炭素砲塔に収めて2機搭載で計150トンであった。方針の深く、行角、砲塔の旋回は電動モーターで駆動し、砲塔形式の最大行角は最大30度からマイナス5度まで方針を上下でき、旋回角度は守備線方向を0度として左右ともに150度に旋回できた。発射間隔は毎分4から5発であった。 本級にも搭載された1 5トル速射砲。写真は仮想巡洋艦、ウォルフに搭載されたモノ服武装として、1898年型 s k l 4チメートル速射砲を採用した。その性能は4 5 3ラムの砲弾を、行角20度で1 3 7 0 0ルまで届かせることができた。これを、甲板状に棒立てのついた、 乾燥砲がで2機と減速ケースメートで2機を搭載した。砲芽は行角20度からマイナス5度の範囲で上下でき、150度の旋回角度を持っていた。発射速度は毎分4から5発であった。他に耐水雷低用に1892年型 SKL38.8cm 速射砲を採用した。その性能は7 0の砲弾を、 行角25度で8790メートルまで届かせることができた。これを単装砲がで12機を搭載した。砲賀は行角25度からマイナス5度の範囲で上下でき、360度の旋回角度を持っていた。発射速度は毎分12発であった。他に近接火器として3.7センチメートル、単装機砲4機を上部構造物に搭載した。 対艦攻撃用に45センチメートル水中魚雷発射艦を単装で、艦首水戦下に1門と環境の直下の原則に、片弦1門ずつと完備に1門の計4門を配置していた。本級の武装、装甲配置を示した図。機関構成は、デュール式石炭、重油根虫水管管14機に3段膨張型。 4機とレシプロ機関3機3軸推進の構成で、ネームシップのプリンツ・アーダルベルトは最大出力17,272馬力で最大速力20.4ノットを2番艦フリードリッヒ・カールは最大出力18,541馬力で最大速力20.5ノットとわずかに異なっていた。燃料、石炭六百三十トン、タール油二百 トンを搭載した状態で速力12ノットで5080回里りを航行できる設計であった。ありがとうございます。